降りてくるんです。される、はい、うん、でパンダウンするからパッこう手振ってストップ、浮かないストップで、ヤビちゃんが入ってワンジャンプさーっと来て、ワンワン、はい、お前は何者だ。はい、はい、はい、本番バーマン、よーい、はい、はい、前回の映画が、自分入って間もなかったんで、もう完全に単独行動でちょろっと出させていただいたんですけども、今回あの6人一緒に入れるのかなと思ったら、またまたこう5人とはまた別のスタンスでやらせていただけることになったので、今度は逆にですね、自分が他の5人の人いるじゃないですか、方が、デカブレイク、マジイエロー、ハリケンブルー、それから暴れブラック、そして赤レッド、この人たちに負けないようにしないとなっていうプレッシャーがあります。せーの、片付けないといけない仕事もありまして、ああ、ほら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 、あ、いえ、二人目ができたからとか、はい、はい、はい、お話の中でその台本見て驚いたのが、あの二人目とかじゃなくてとかあるんですよね、なんかいつの間にか二人目ができちゃってるみたいな、でなんか奥さんが怖いからとか、なんか川で洗濯しててなんか尻に敷かれてるなぁと思います。はい、あ、お口だけでもね、うん、いつもアクちゃんいるからもし、両手の方がなんかアスカっぽいっすよね、うん、はい、ちょっといつになるか、はい、はい、ごめん、僕は来た、まあ、冒険者、今最新作で暴れんじゃ、まあ、僕はもう3年4年ぐらい前の存在なんですけど、現場はすごいなんか久々の感じ、やっぱ懐かしいなっていう感じと、あとやっぱり昔と違う今頑張ってるみんなの、その撮影雰囲気みたいなすごい新鮮さと懐かしさが混じってすごい楽しかったです。冒険者のみんなはもうやっぱすごいなと、この時期だとみんな5人全員が、あ、6人全員がもう一致団結してチェンジとかすごい綺麗に揃ってるのを見ると、あ、すげえな、今は俺できるかなとか結構考えます。爆流チェンジ、山頂、シュンシュッと忍者じゃん、巻き起こせ勇気の発見、こう降りてくるんですけど、ちょっとまあ、どう降りる、これおはようございます。いよいよ登場のシーンを今撮影しています。ちょっと普段のナナミとは違って、ちょっとセレブな感じを頑張って出してます。よーい、はい、やるじゃん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 、こう作品は違うけども同じことを経験している仲間なので、あの同じハリケンジャーのメンバーがいなくても全然寂しくもないし、すごく楽しんでやらせてもらってます。妊婦忍びチェンジ、
としては今のやって殴られるんで、殴られて叩きつけられてこっちを向く、そしたら鉄なぜって言いながらガバッとこう手首掴んで彼にこうカメラに対して横一になって言う。はい、突然だが正義のために力を貸してもらうデッカプト。おいおい何しちゃうんで2年番組離れてから2年ぐらい経つんですけど、あの戦隊のこの台本いただいて、あの自分がクレジットに載っているのがすごく嬉しかったですね。はい、そのデカレンジャーで、まあ、あのみんなより半年少ないので、そういう意味では僕が担い手かなと思って、あの全うしようと思ったんで、そういう意味では今回あのこういう形で出演させていただいて本当に光栄に思ってます。はい、エヴァンゼンシーデカブレイク。手前じゃないでしょ、手前はリングより向こうでいいでしょ。いいですよ。あ、昨日ちょっと練習したら筋肉痛になっちゃった。ダセー。これ紐ってどこまで、上まで。いや、上までなくていいよ。人によってね、折り返しちゃうんですよ。こういう感じで、バリッと。これも巻いてます。短い。マジエロのジャケットに袖を通すことはないなと思ってたんですけど、その台本もらって話来た時にすごい嬉しくて、もう誰が出るんだろうって最初はそればっかり思ってて、で台本来てもうテンション上がって、誰が出る誰が出るんだろうって言いつつ見ながら、結局見てたのは自分のページしか見てなかった。自分出るシーンしか読んでなかった。でも後から市川君、まず社員が出るいろいろ聞いて、山本あずさちゃんとか、あと長澤奈緒ちゃん、阿部薫くん、あとヨッシーなどなどが総出演で、も超楽しいですね。魔法変身マジマジマジ色